はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。はい、というわけで前回菊花賞を、無事優勝しまして、ボバ3冠を達成しました。現在の、獲得賞金は2600枚。というわけで、ですね。WBC に出す手もあるんですが、有馬記念もしくは、ですね、香港バーズかな？これを、狙っていきたいと思います。さあ、この馬遠征がなんか苦手っていう話はあるんでね。おっと、ちょっと調子が落ちた。スタミナか。まあ、調子回復の方がいい。はい、このように遠征は得意じゃないと言われてます。遠征すると消耗する可能性は非常にあると思われますね。値がちょっと確かに不安はあるよな。さてと、本来であれば、ここが、勝負どころではあるんですが、どうしようかな。香港バーズの方がなんか組みしやすいような気はするんですよね。一方有馬記念、ベーナビスタとか出て、オルフェーブル、ビクトワールピサ、結構こうやっぱり当選冗談とか遠心フラッシュとか結構やっぱり強力だよな。ちょっと状態はそんなに良くないんですが、こっちの方が、組みしやすと見て香港バーズに行ってみたいと思います。はい、馬体重の調整はバッチリですね。本当はもっと調子がいい時出したかった。お、1.2 倍、圧倒的な一番人気。買ってたベダマーとか、でも2番人気は、なんだろう、圧倒的に外されて、カンバノロジスト。これですか。3番人気がこの2番シルバーボンド
まあ、結構やっぱり割れてますよね。その中でもうグリグリというわけで、これは期待できそう。さあ、初の海外遠征、香港バーズ。その遠征は向いてないという評価を押しのけて勝つことができるんでしょうか。来年はやっぱり WBC にいよいよチャレンジしていきたいですからね。さあスタート、まあまあいいスタートですね。さあ先頭に積極的に立っていこうとします。その外ミスターメディキ、ギュークボックスジュリーがかわしていきました。それからもう一頭シルバーポンド、そしてその後ろから12番トレイルブレイザー、それからロストインザモーメント、カンパノロジスト、それからもう一頭バダマー、11番先頭ですか。いくら直線が短いと言ってもね、かなりの積極策ですね。その外からはミスターメディチ、そして内からは6番デュークボックスジュリー、それから足毛の馬体シルバーポンド、そして5番手に、ね、勝つと能力が上がるんですが、負けると能力が下がるらしい。その後ろでやりましょうか。10番バダマー、11番ルーナテン、特に大きなレースだと影響が大きいということで、ここは何としても勝ちたいとこです。さあもう3コーナーだ。そしてそのうちに6番デュークボックスジュリー、シルバーポンドがその後ろ、12番トレイルブレイザー、その外にロストインザモーメント、内を通って9番カンパノロジスト。さあ逃げ切れるか。さあ引き離しにかかる。先頭行く黄色い帽子はハタノハービン、5番ハタノハービンがまだ粘っている。さあって来たのはロストインザなんたらかんたら。しかし少しずつ差を引き離します。これは遠きそうにない完勝です。上がりタイムが34秒2、上がり3ハロンが、いやー末もいいですね、仲もいいし。おお、馬風石ゲート。素晴らしいです。の海外遠征も素晴らしい結果に終わりました。これ来年はちょっと WBC 行きたい、積極的に行ってみたいですね。チーズで体重を増やす。しかしここは体重は増やさずに成長を見て、これで放牧ですね。ベスト体重が474キロなので、それプラス2キロですので、6周放牧させて、来年に備えたいと思います。まだイベントやってるかな。アスコット祭りは柔軟市場ですね。アスコット祭り行きましょう。さあ肩のハービン、
もちろん一発ドリンク使用です。2.5 倍一番人気。なかなか濃いですね。よし、4行きましょう。勝負どころ。まあ、さあ、まくって上がっていこうとしてるわけでもないか。でも、順々に上がっています。今4番手ですが、ん？案外伸びないぞ。どうしたんだ？なんかどんどんかわされてるし、全然ダメですね。どうしたんだろう。伸びなかった、意外と。本当です。気を取り直さないと。この負けも実際はレース、実際のメインの方に影響するんでしょうかね。さあ引いていきます。これ7番手まで引くんじゃないの。まあ射程圏内ならいいんですけどね。さあ、コース空いてんのかな？あんまり伸びてないですね。お、こっから加速していくよ。さあ、中終わってるが。どうだ？先頭に立った。OK です。はい。というわけで、型のハービン、香港バーズも優勝させて、海外遠征でも通用することを実証してくれました。まあ、また来年 WBC 積極的に出すことになりますが、楽しみにしたいと思います。はい。この動画以上になります。ゲーム動画で以降ではチャンネル登録者数を増やしたいと考えております。この動画のタイトルを右側にチャンネル登録ボタンありますので、まだ登録されていらっしゃらない方、ご協力よろしくお願いします。また、ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間ある方もそちらを見ていただければ嬉しく思います。プレイリストの方、あなたのチャンネルにですね、貼り付けることもできますので、この動画のプレイリストの方の右上にプラスボタンありますので、そちらの、登録も行っていただければ嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。